お花紙でふわふわの菊の花を作りましょう。花はお花紙1枚から2つできます。オレンジ色を使って作ってみましょう。まず2つ折りにして、折り目のところで切り離します。これを重ねたまま8等分の屏風折りにします。たくさん作る場合は型紙を使うと早くきれいにできます。16折りの型紙の端に合わせ、折り目をしっかりとつけます。少しはみ出すように挟んでおいてください。しっかり折り目をつけたら、はみ出ている部分をつまんで型紙を引き抜きます。屏風折りができたら半分に切ります。さらに半分に折って折り目のところが中心に来るようにホッチキスで留めます。もう一つも同じようにしておきます。端を細く2つ折りにしたら丸く切り取ります。開くとこんな形になっています。反対側も同じように切り取りましょう。保湿性のあるハンドクリームを手の甲につけ、それを指先につけながらお花紙を開いていきます。こうするとお花紙がめくりやすく、指先が乾いてきてもすぐにつけることができます。お花の形に開いたら2枚重ねになっているところを開いていきます。破らないように根元の方を持って優しく引っ張りながら開いていきます。左右に全部しっかりと開いたら片側を机につけるようにしておき、真ん中をぎゅっと押さえます。ここにシールを貼ればお花の出来上がりです。分かりやすいように色分けしたものでやってみます。分けた状態は左右が違う色になっています。片側を机の上に置き、真ん中をぎゅっと押さえ、押さえたところに黄色い丸いシールを貼ります。菊の葉っぱは型紙をダウンロードして作ってください。これは本物の菊の葉をコピーして縁取りしたものです。余分なところを切り取ったら色画用紙2枚と重ねてホッチキスで留めてください。それを大まかに切り分けてから周りの線に沿って切っていきます。ハサミの根元の方を使って、紙の方をぐるぐる回しながら切っていきましょう。最後にホッチキスのところを切り落とします。ハンカチなど柔らかいものの上で、葉っぱに筋をつけていきます。葉の先を下に向け、下に引っ張るように強く筋をなぞっていきます。こうすると凹凸ができて立体感が出ます。お花紙で作った花にこの葉っぱを組み合わせて飾ると菊の花らしくなります。色紙に貼って飾ったり、いろいろな色でたくさん作って県外作りのようにして飾っても綺麗です。